なんだろう、思った以上にホームが短いというのと、ここ坂の先はもう屋根がないですね。最後に私が JR 東日本パスを使って乗る特急列車はこちら、特急白津号でございます。こちらに乗ってね、直江津まで行こうかなというふうに思います。これどこまで行けんの、全然わかんないんだよな。あ、そう、普通に新潟までちゃんと行けんのか。あ、すごいな、これに乗って新潟に行っていいらしいですわ。行きませんけど、いやー、出発まであと大体2分ほどになりました。2分半ぐらいかな。結構ね、車内混み合っておりまして、これ自由席なんだけど、ダメだったらまあデッキに出るし、まあ自由席は設定されているはずです。あ、特に何も書いてないな。特に何も書いてないやつは多分自由席でいいと思います。最後の利用ですよ、ほとんど。最後あの直江津から戻ってくるときに確かに使いますけども、いやー、新潟県初上陸だ私。この切符のおかげでどんどんね、僕はあの日本の至る所に行けるようになりましたので、あの行ったことになりましたので、そろそろ乗るかでもちょっと、ここ友人改札でしたね。越後ときめき鉄道乗車していこうと思います。特急白雪7号新潟行き発車します。到達しております、ご注意ください。いやー、すげえ人だった。なんであんないたんだろう。元から混むんですか、僕全然知らないんですけど、ちょっと新潟県舐めてた。新潟県舐めてた、大変申し訳ないです。新潟県舐めてました。なんか1時間くらいとかで行けるんですね、新潟まで。あれ、どっかで見たことあるぞ。富山のあたりで見たことあるぞ。653っていうのがまだ JR 東日本のチャイムと一緒でね、直越ですっていうのをね撮りたかったんですけど、ちょっともたもたしてたら、はい、いろいろ終わってました。はい、初めて来ました、ここ直越駅なんですけれども、当時はね、あの最初このどっちもね、どっちもっていう方もあるかもしれない、まあこの辺全てがね JR の駅でした。どんな駅かっていうですね、ここ分岐点だったんですよ。分岐点っていうのはちょっと違うんですけど、まあどっちだ、さっき行った方向が多分信越線なのかな、ちょっと分からんけど、まあなんかね、信越線と、北陸本線のまあ境界駅といいますか、そんな感じでしたね確か。直江津駅にはまあ数多くのあのあれですね、寝台特急、まあ、トワイライトエクスプレスとか日本海とか、まあそんな感じのね、数々の特急列車っていうのがねここに発着しておりました。いや、僕も一回は乗りたかったですね。トワイライトエクスプレスとかね。うちの、お父様が、はい。あれはね、大人になってから乗ってくると。
うん、そんなこと言われて一度も乗れませんでした。何度も何度も京都駅と大阪駅に、新大阪駅もそうかな、あの辺りでね、まあ、見てきたんですけれども、一度タイトとして乗ることはできませんでした。いやー、急行北国とかマジで乗りたかったんですよね。まあそんな感じで無駄話も増えました。直江津駅にやってまいりました。まああと結構あるな、18時の列車に乗ればいいので、そんな感じで直江津駅にやってまいりましたっていう動画で、まあ以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。